皆さんこんにちは。静岡県のプレイズレポーターライブチャーチ寸座の榊山淳です。3月と4月にかけて行われたワーシップツアーについてレポートいたします。私たちの教会の賛美チームライブチャーチワーシップは3月から3カ所で賛美集会をさせていただきました。大阪のライフチャーチから始まって埼玉の片柳福音自由教会、そして最後は兵庫の神戸キリスト栄光教会の3カ所で集会を開いて、多くの方々と共に賛美と礼拝を捧げることができました。それぞれの会場にいろんな教会の方々が集まってくださいました。埼玉県の会場ではなんとインドネシア人やティモール人の方々が SNS の投稿で集会を聞きつけて、旅行中にわざわざ来てくださいました。共に賛美する中でイエス様に向かう会衆の皆さんが一つにされ、心が解放されていく様子を見させていただきました。またユースパスターの榊山紫音より良きサマリア人の例え話から神様の愛についてメッセージが語られました。私たちは自分の行いによってではなく、一方的な神様からの愛によって許され導かれている恵みを教えられました。イエス様が私たちを愛したように、私たちもへり下って人々を愛し仕えるものとさせていただきたいと、多くの方々が招きに応答されました。このワーシップツアーの働きは、今年の8月13日に開催されるスンザロックフェスティバルというミニストリーの一環として行いました。スンザロックフェスティバルは2017年から始まった大規模な賛美のフェスティバルです。この働きは主のために建てる宮の備えをすることを目的としています。御言葉は歴代史第一の22章5節から来ていて、ダビデが若子ソロモンはまだ若く力もない、主のために建てる宮は全地の名となり栄えとなるように大いなるものとしなければならない、それで私はそのために用意をしておくと言われました。神様は日本がリバイバルされることを願って導いておられます。ですから私たちもそのために備え、多くの主の弟子を育てる必要があります。スンザロックフェスティバルの働きを通して日本全国の教会の賛美と礼拝が豊かにされ生かされること、そして与えられた賜物を通して福音を述べ伝える主の弟子が起こされることを願っています。今年は3度目の開催となりますが、ゲストにオーストラリアからヒルソングチャーチ、インドネシアからジャカルタプレイズコミュニティチャーチの賛美チーム JPCC ワーシップ、そして台湾からザ・コーリングをお招きします。今年はフェスティバルとともにワーシップ&リーダーシップカンファレンスを開催します。賛美があふれる礼拝者が起こされること、そしてキリストの愛を持って人々を導くリーダーを育てることが必要です。神様が送ってくださる素晴らしいゲストを通して、日本の教会が世の中に大きな影響力を与えるようになることを期待しています。昨年は感謝のことにおよそ5000名の来場者が与えられ、約9割が教会に初めて来られた未信者の方々でした。素晴らしい伝道の機会でもあります。この働きを通して日本の教会から賛美があふれ、そして宣教のために立ち上がる主の弟子がたくさん起こされることを願っています。今回のワーシップツアーはこのスンザロックフェスティバルの働きを広めるために日本各地の教会を回らせていただきました。ぜひこの主の働きを多くの教会にしていただいて、素晴らしい祝福に預かっていただきたいと願っています。以上、静岡県浜松市から榊山淳がレポートいたしました。